ったく、なんで私があんたに待たされなきゃいけないのよ。急に呼び出したの陣鎌さんじゃないですか。もう言わない。ほら、何ですかこれ。オープン記念の割引券、少しでも安く上げさせようと思ってんでしょ。ってことはやっぱり僕の。ここに決まってんでしょ。あっちだ。他にあんた呼ぶ理由なんてないよ。いらっしゃいませ、こちらがメニューです。どうぞごゆっくり。何でしょうか。同じ生き物とは思えない。そんなつけてないですよ。何ぼーっと立ってんの。それにしてもいい男ね。何してんのよ。何、もしかしてあの人があんたの好きな人。違いますよ。そうなんだ、この人って付き合ってんのかな。誰、知り合い。まさかあいつが。へえ、結構可愛い女連れてんじゃん、清楚な感じで。彼女とかじゃないよな。俺たち勘違いされてたりしてな、彼氏と彼女って。まさか私たちも勘違いされてるかも。美女と猿って。猿ですか。よし任せな、私が聞いてくる。なんか匂うし。何がですか。ちょっと、よし聞いてきちゃおうかな。ちょっと待って。あ、ちょっと連絡先教えて。私にも教えてください。見えます。うん。